ただいま。ちょっと待って、よっ、横にしよう。全員横になってくれない、横になってくれない、そういうない、そういうことじゃないよ。これ縦にしてみようかな、試しに。あ、縦にできないわ、忘れてくれ、俺の言うこと忘れてくれ。はい、よいしょ。お茶が飛んできて、ただいま。みんな空だよ。すごくない？この25。20代ごとさ、首のシワさ、私年齢とかさ、太ってる太ってない関係なくてさ、完全にお母さんの遺伝なんだよ。お母さんもそういう感じ。母から受け継ぎし、チャームポイントだと思って愛して。こんばんは、いい月だ、眩しい、かわいい、月が綺麗ですね。私ここの癖っていうかすごい気になるの。あ、ね、じゃあさ、私なりのさ、適当なヘアアイロンのかけ方を教えるね。まずそこから。美佐子的に重宝してるのは、ちっちゃいヘアアイロンがあって、でも、いつも探し物が見つかないの。はは？ないよ。美佐子のヘアアイロンはなくなりました。後で見つかった時に何か言うわ。それね、コスメ紹介する。うわーい、女の子っぽい曲流そう。女の子っぽい曲ないへんかな。うわーい、男の子も参考にしてね。男の子もメイクしたっていいんだから。ガールズアーティストソング、これでもあれだな、こっちにしよう。ルルルル、ナウイね、今の季節も。そう、私ね、なんかピンク担当になってから晩門でピンクの私物が増えてくるんだけど、これはでもお客さんからもらったね。私お客さんから影響を受けて生きてるから、日々ファンの人から、ヘアアイロンなかった。そう。これはなんか H&M かなんかで買ったブラシなんだけど、痛いか痛くないかが私の判断基準です、一番。あとこれが、デジャブのすごいちっちゃいマスカラ。私さ、まつ毛つけてるからさ、下まつ毛しかマスカラ塗んなくていいんだけど、このように。下まつげでも簡単に塗れる感じの、あ、同じの持ってる、本当？そうでね、でもね、ライブだと落ちるんですよ。これお湯で落ちるタイプだから、デジャブ基本ライブで描く汗って大体お湯だからさ。で、あとこれクマをうっすら消す用のエクセルのそのところをエクセルで合ってる合ってるね、エクセルのクマ消す用、そうライブで描くやつ、大体そう、大体でエクセルのチークで、このチークがね、で結構秀逸だと思うんだよね。なんか絶妙なパール感でさ、なんかなんかバリバリパールもあれだし、なんかバリバリマットもあれだけど、細かーいちょっとツヤチークになるぐらいの、そうライブ暑いからね、そうこれね、割とね。まだね、買ってリピートはしてないんだけど、リピートするかもしれんなというものたち、いろいろ出てきた。美佐子さんってブルベ、わかんないんだよね、それ逆に教えてほしい。で、なんかいろいろ買ってみたの。ファンデに関して話すね。まず下地が私つけたくないから、クッションファンデとかで下地なしでお届けしてるんだけど、
だからあの下地なくても毛穴が埋まる系のやつを求めて生きてるんだけど、これジョンセンムルのクッションファンデがいいと YouTube で言っていたから買ってみたものの、なんかあれクッションファンデチャレンジ何回もしてんだけど、正直私一番安い、一番どこにでも売ってるこのミシャの方が一番肌に合う気がしてて、だからあの結局人によるよなって思う結局人によるなって思う。これ結構ね、あのなんだろう、粉はたかなくてもいいぐらいのセミマットになるんだけど、まあ、ミシェは正直おでことかは上から粉をはたかないと、あのおでこだけ粉ファンデとかにしないと、まあ、テカリに近い感じになるんだけど、こっちの方が私は使いやすい。ちなみに私はバリバリの混合肌、もう T ゾーン以外は乾燥砂漠、おでこだけなんか海かなっていうぐらい油が出るんだけど、そうで、だから人によるとは思う。ジョンセンムルはあのね、そうせマット目が比較的好きで、まあ、カバーはすごいしてくれるんだけど、結構その白いからね、見えるね、白いからね、なんつうかね、かなり具合悪そうにはなる。具合悪い系が好きな方いると思うけど、はいいかもしれない。上からあの足しがいはある。あとね、一回キャンバスを白くしたい人とかで、あれね、渡辺直美さんが使ってたことで有名なセフィーヌの、基本的にケースに入ってないんだけど、セフィーヌのオークルの1番、100が、あのなんつうんだろう、なんつうんだろうな、あのファンデじゃなくてクッションファンデだから、そのそれ自体でそんなにこってりしてないから、基本上からそのふんわりとファンデーションを塗ってんの、クッションファンデの上に私ねあね、顔モノマネにめっちゃ似てるよねクッキーさんの。そう、これをあのそのブラシとかで取って、なんか鼻とかより毛穴を消したいところだけ、あの有名なこの資生堂のブラシとかを使っています。もう毛穴消してくれる、これは。あと直しとかですごい楽に使える。で、あとこれはなんかそう、記憶の中で良かったのか悪かったのか覚えてないんだけど、一応リピートした、あの表参道限定のさ、クマとかにすごい効くっていうあのパウダー、シェーピングパウダー、アクセンチュエイトフェイスパウダー、これ使わない時もある。そんなにクマがない時とかは正直このコンシーラーだけで上から普通のファンデでいけてんだけど、マックのやつね。そうで、これもケースないんだけど、これ元からケースないんだけど、店員さんも頑張ってみたいな感じ、持ってるそう、だから粉系はこの2つかな、今使ってるのメインで、うん。で、あの最近ちょっと私的にこの感じがいいなっていうのは、クッションファンデ塗ります、でコンシーラーとかをつけますの後に、あのチークを塗って、チークを塗った上にここら辺をいってるそう、一回チーク挟んでる、チークバサミするとなんかチークがね、なんつうか少し透明感がある感じっていうか、上から塗ってますっていう感じじゃなくなる感じがしてて、そうそう。でその代わりあの結構つきすぎるから、比較的ペタッとした状態の上からあの最初に塗るやつだから、そうチークはなるべくこうファファファンってこう余分な粉を落としながらね塗ってるよ。あれ、どよみちゃん帰ってきた、どよみちゃんが帰ってきちゃった、もっと遅くなると思っていた、ごめん。ツイキャスしてる、はいごめん、ツイキャスしてる、もっと遅くなると思ってた、ごめん。お帰りなさいませ、お帰りなさいませだ。
そうで眉毛はセザンヌのこれと、あとなんかなるべく持ち歩きたくないの、これアイシャドウなんだけど、で今ちょっとさその髪の毛を紫少し入ってて少し赤茶色にしたいから、ま、眉毛もこのさ本当はねアイシャドウなんだけど、こことこのセザンヌの薄い色をやや混ぜて使ってる。結局これらは全て髪の毛に合わせたりするなどだから、あんま参考にしない方がいいかもしれないけど、それで眉毛アイブロウはこれなんだけど、結構薄い色なんだけど、私は自眉を結構薄くしてうっすら後ろに髪の毛と似た色のパウダーの色が出てるっていう感じの方がなんかしっくりくることが多い。ね、これめっちゃ可愛いよね。これなんか一番使う色が全部揃ってるっていうかさ、なんつうだろう、多分ね本当だったらアイシャドウ下地とかを使ってからの方がノリはいいなっていうぐらい、まあ、結構そのノリがザクザクしてるっていうか、あんまりそのノリがすごいいいってわけじゃないんだけど、色的にはめちゃめちゃいい。でそうだな、これ全部比較的使ってるんだけど、特に使ってんのはなんだろう、ここら辺をまぶたにワッと塗って、でよく見るとここら辺キラキラしてる、全部キラキラしてるんだけど、涙袋はこの白のキラキラとこのピンクと白のキラキラが混ざってる。これすごい不思議な色なんだよね。ちょっとオーロラっていうか見えない、あんまわかんないけど、あんまわかんないけど、そう不思議な色で、それを混ぜて涙袋とかには使ってる。今あんま化粧薄いからわかんないんだけど、ラメ飛びしないね。そうラメ飛びはね、まあ、するときはするよ。ラメ飛びもラメ飛びってラメ飛びってさ、なんかさでもさわかんない、なんかこう二次創作の読みすぎかもしれないんだけどさ、なんかこうラメ飛び設定が好きなんだよ。ラメ飛び設定ってなんだよラメ飛び、ラメ飛び設定って何。なんかさ男の人とかにさラメついてんのがさセクシーじゃない、なんつうんだろう、あこれ女の人にから映されたんだなって思うっていうかさそうだから飛ばせばいいと思う、世の中の男女はそんなのあるの、初耳のワード来て、いや私も初めて言った、ラメ飛び設定。あとねこれも割と使う、キャンメイクのこれ、なんかちょっとチークツヤ肌にしたいなっていう時とかはこう全部混ぜてここに高いとことか筋とかに塗ったりしつつ、このめっちゃ白いとこだけ目頭に塗ったりすると割と使える。あこれめっちゃ目頭いいね、今塗ったら全然違うってびっくりしちゃった、いいね、うん、いい感じ、すごい一気に目が大きくなってきた。なんかさ私さ何回か切開ラインチャレンジしてるんだけどさ、やっぱもともと切開ラインが結構しっかりあるんだよね。そうだからこれ以上切開を作ることによってなんかこう目を大きくすると変な感じになるんだよね。切開わかる、私もめっちゃある。そうあるからね、なんかこんぐらいで白でこう逆にこの切開ラインのくぼみ、元のくぼみを際立たせる方が私目大きく見えるね。うん、ほんまやね、毛混んでるな。美子さんの目の形可愛くて好き。そうだからなんかコスプレのキャラクターとかがめちゃめちゃそっち系っていうか猫目とかだったらやるかもしれないけど、やっぱ普段はあんまやんない方がいいなって最近ここのとこ思っています。うん、はい、まあ大体こんな感じかな、スタメンは。でリップ今リップクリームしか塗ってなかったんだけど、これでも高いからあんま参考になるから女の子のお客さんがくれたね、
ルブタンの世界一高いリップ。あ、マニキュアね、マニキュアね、今ね2個重ね塗りしてて、そう、これはでも私は口の色にめちゃめちゃ合ってる、めちゃめちゃ合ってるから悩むんだよな。あ、あとね、唇スタメンはね、もう1個いてね、特に使ってんのこれ、これは落ちないね、ティント、ティント、そう、ソーダティント、あの塗るとピンクになるやつなんだけど、で多分ペーハーの具合とかが多分私はめちゃめちゃ合ってるんだよね。でも結局、まあ、合ってるか合ってないかだと思う。もうだいぶなくなってきたけど、これも2本目だね。これ1回その色ついたら本当に落ちないし、なんつうんだろう、めちゃめちゃ赤系のティントよりかは、その例えば指で広げたりして指にちょっとついたとしても、そんなにそのなんか一生残んないっていうか、なんつうんだろう、ピンクだからごまかしが効くっていうか、だから扱いやすいんだよね、あのド赤のティントよりか。そう、色難しいけど、そう、これはね私すごいね一生使ってる。ライブとかだとさ、どんだけ頑張ったってさ落ちてくじゃん、歌うし、基本 ライブっていうのが指標になってる。でライブの時に使うマスカラはこっち、もうメイク落としを使ってもなんならなかなか落ちないぐらいのヒロインメイクのロング&カールマスカラ、スーパーウォータープルーフ。これは本当に落ちない、本当に落ちない。でもライブ以外で使わない方がいいぐらい落ちない。でプールとかも落ちないと思う、うん、同じやつ使ってるライブ行くとね。そう、ライブ行くときみんな使って、そう、みんなも汗かくと思うから、ね、でアイラインは黒じゃなくて茶色でもなくて、このこれウズなのかな、フロフシのさ、あのバーガンディーかな、バーガンディーの色のやつを使ってるよ。だいたい私のアイメイク系はここら辺だよ。ここはライブじゃないときはこれかな、うん、使おうね、すごくない、プールの話してたらさ、あ、違う、これプールじゃなかった、曲がプールの曲じゃなかった、ミュージックファイターの方だった混乱、ジェディマディ。私今日声低いよね、人と喋ってないとどんどん声低くなってくのかなOK。 あ、シェーディングこれマック、すごい、全て映し出す。まあでも結局ね、やつを探し出すっていうのが一番いいと思うんだけど、私はだいたいこんな感じです、こんな感じです。なんだろう、全員統一でこういうことをやった方がいいんじゃないかなって思うのは、そのトータルのカラー感のトーンを合わせるっていうか、あのアイシャドウオレンジ系だったらチーク唇もそのオレンジとこうちぐはぐになんないカラーとかにした方が多分いいと思うんですよね。そう、だからアイシャドウの下地としてこれちょっとだけそのチーク塗るときにまぶたに塗ったりもするし、うん、女子トーク延々にしたい、ね、私オタクトークがしたいんだよ。でもそれ鍵垢っていうか、その鍵付きでやるね、いずれ鍵付きでやるよ。 BL とか、その BL トークとかもさ、 BLぐらいだったらいいんだけどさ、やっぱなんかこうカップリングの話とかはできないじゃんね。とか、ここすごい埋めるんだよね。くせっけなの、ここくせっけなの。なんで女子は BL 好きなんや。女子は BL 好き、なんだろうね、ユリも好きだよ私の場合は。あのね、これ一生思ってるんだけど、私多分ね、人間が動物であることからね、多分ね逃げ続けてんだと思う。逃げてないよ、真っ向から向かってってんだけど、なんだろう、やっぱ純愛が一番好きなんだよね。
純愛が一番好き。その、なんつうんだろうな、その、なんつうんだろうな、こう、なんつうんだろうねそう、なんだか美しそう、なんかメンタル面じゃん、まず第1個目っていうか、 BL の良さ、ユリは男女の生々しさがあるから良い、キュンキュンするのが良い、そうそう、だからプラトニックなところから一応最初に来てるからね、うん、ユリに幻想を抱く男子がいるのと一緒、ユリ見守りおじさんっていうワードすごい最近面白いなと思ってユリ見守りおじさんとりあえず二次元は最高。二次元はね、そう、あの普段見えてない頑張ってる姿を描いてくれたり、見えない気持ちを描いてくれたり、あのね、明け透けに見れるからいいよね。実際の人間はさ、見えないじゃん、どれだけ裏で頑張ってるか、この人はとか、この人の過去がどんなだとか、この人の気持ちがどんなだとか、見えないじゃん。でも二次元は全部書いてくれるからさ、いいよね。いや、より見守るおじさんは本当に多分見守ってるだけだと思う、ニコニコしながら、うん、かわいいと思ったね。まあそんな感じです、そんな感じです。あ、あっ、小堀さん結婚おめでとうございます。今流れてるけど、みんな結婚していく、みんな結婚して、やっぱみんな結婚すんだなってすごい最近思う、ね、結婚ってみんなすんだよな、びっくりするわ、すごいめでたい、めちゃめちゃみんな結婚ってするんだよな。なんか私非現実的なことにしか思えなくなってきたもん。本当は俊平びっくりした、俊平さんもびっくりした、俊平さんもびっくりして、昨日あのあれ、あ、今日もやるんだけど、夜中の3時台に、真夜中に晩門っていう晩門のね、あの昨日今日明日明後日のど深夜にテレ東であのやってる5分番組がありまして、それの前番組待機しながら見てたら俊平さんが出てきて、そうだから吉本坂数字が分かんなくなっちゃった吉本坂のタモリ番組も見て、ありがとうありがとう、そう吉本坂のあれ、あ、平沢進さん、違う、平沢進じゃない、これ戸川純さんで、何考えてんだっけ、ファミチキ100円で、そうなんだ改めておめでとう、ありがとう、そうで、そしたらそこにシュンピーさん出てきて、結婚発表した瞬間の映像が流れててびっくりした。毎晩初回はリアタイで見た、あっという間だった、めっちゃあっという間だったね、今日もちゃんと待つよ3時台。でもみんなのおかげでちゃんとトレンド入ってるし、私結構待ったんだけど、私が眺めてた時はまだトレンド入りしてなかった。公式のインスタで見た、彼氏はいらないけど結婚したい、なんか彼氏はいらないけど、そう、なんかキュンキュンはしたいんだよな、キュンキュンは、でもだから してんだよ、してる、キュンキュンはしてる、二次元で十分、二次元で十分してるね。私はさ、信用度高い女いないよ、なんでこんな押されないんだろう、結局さ、いや実際はどうかわかんないけどさ、もうさ、彼氏がさ、コロコロ変わるような子だろうがさ、魅力がある方がさ、押される。美佐子はどんなに安心感があっても、どんなに彼氏がいなくても、押されはそんなにはしない。でもね、あのなんだ、 細く太くじゃない、なんていうの、愛が大きく大きい少数精鋭の
ファンの人たちがいてくれてるような気がするから超押してます、ありがとうありがとう何振り向いてくれないから、だって何が振り向いてくれないの俺はみさっこです、おしよみさち愛してるよ。そう本当にね優しいよ、優しい、でも優しいんだけど、なんつだろう、でも私もね、あまんなんかこうわざとうんちした、まあ、うんちしたったら猫がってやった気がした、うんちした、本当にうんちした、ちょっと一回見てきてもいい、うちの猫ねうんちした後ね、なんかお知らせするんだよね、うんちした、してないね、してなかった、おしっこしかしてなかった、うん、そうなんかね、なんかこたつがあるとするんじゃない、こうやってこうやって大丈夫だよ大丈夫だよ、すぐ出るよ、すぐ出る、同居人ちゃんが水場に行くとすごい猫叫ぶうちの猫もトイレしたよってくる、そうね大概泣くんだけど、うちのニャンはね泣かずにカリカリでアピールエプリルフール終わったそうでことね、それね、トイレなのでまた関係なくね、あのカリカリしてる時もあるから、出演しますか、逃げた僕兄ちゃんとこついてったにゃお、そうなんか猫めっちゃ喋るんだよな、あとよくワンって言ってる、ワンって、残念出演拒否、あそうそう、で今ねあので通販で買ったものも紹介したかったの、私なんと今年スプリングコートを買いました、毎年毎年買おうと思ってブルゾンでやり過ごしていたっていう春を過ごしてたんですけど、なんとスプリングコートを買いました、つってもね ZOZOユーズとってね中古のやつ買ったんだけど、今ねまだ開封してないの、開封しようかなと思って、 YouTuber っぽくないこれ、 YouTuber っぽい、お茶ありがとうね、お茶ありがとうね、お茶ありがとう、今ねお茶開封動画、サイズ合うかな、なんか無難なの欲しくてさ、いつも派手なのばっか買っちゃうから、どこのブランド、これねどこでしたっけ、なんか私好きなやつだと思うんだけど書いてない、書いてない、書いてない、なんか書いてないけど、書いてないね、あリリーブラウンだ、リリーブラウン、でもこれもリリーブラウンかな、どうだったか、全身映すには横すぎる、あ、かわいい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 、サイズもぴったしだ、そうなんかさ、ある程度ごわついたものをこの下に着てても入るやつがいいなと思って、セーターとか良いね、良いね、うっすらピンク、あんま分かんないけどピンクグレーみたいな、スモークピンクみたいな良い感じだった、よかったよかった、それでZOZOユーズたち激推ししてるんだけどさ、使ったことなかったらぜひ使ってみて、中古が気にならない人、古着が嫌じゃない人は、これさ、まあ、さっきのさセーターじゃない、これはさあのまあまあ多分新しめだったからだと思うけど、5900円だったからまあまあまあ死ぬほど安くはないんだけど、これ700円だからね、700円、ゾゾ社長が安いよね、
もう一個700円のワンピース買ってるからそれも開封の儀式よ。安すぎるでしょ。じゃあそれでブランド物とか関係なくそのぐらいの安さなの。なんか、まあ、このブランドだったらデザイン安心やろっていう、なんかその着れないからさ、その着れないだけさちょっと失敗する可能性はあるけど、もう一個ワンピース、ちょっと長袖の服があまりにもなくて、いつもヒートテックを下に着て夏や夏のもので過ごしてたから。かわいいでしょ、きっと。きっとこれもかわいいでしょ。きっとかわいいですよ。着てないけど着てみようかな。一瞬着替えてきていい？一瞬着替えてくるわ。一瞬着替えて踊るわ。元から私のものだったんじゃないかっていうぐらい似合ってます。でこれ、これも後ろで縛るものだったか前で縛るものだったか思い出せない。どっちだろうね、どっちだろうね、裏かな前かな、どっちかな。そのこの紐の前か後ろか分かんない、どっちだっけ。自由なんやろな。いいなよ、とりあえず前で縛ってみるテスト。ゆずこさん、黒ワンピとても似合う。ああ、ごめんね、毎度毎度。うちでも可愛いね。黒なんかさ、シミとかもさ、ないしさ、基本的に。ちょっと、前だとでかいか。前だとでかいね。後ろか、後ろでも自分で結べるかな。至難の技と思いきやいける。そうだね、レースの感じからしたら後ろっぽいね。前もちゃんとやれば多分、うん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 、紐がどう縫い合わせてあるかを確認してください。丁寧にリップが来た。いい感じ、いい感じですね、いい感じです、いい感じですよ、いい感じだね。このコートに合いそうだね。ガリガリ、デコルテ開き加減、そうデコルテね、出して生きていきたい。袖かわいいね、袖かわいい。だからこれも700円だよ、これも700円だよ。安いね、本当に。だからあのお金ないけどおしゃれ楽しみたいけど家出れないみたいな人、ゾゾユーズとぜひよければ使ってみて、出していってお買い物上手で、その分の置いたお金でなんか美味しいもの食べればいいよね。この後チェックしてみます、ぜひぜひ。そうでね、あとね、通販で買ったものシリーズだと、あの白のさ、サボンの香りのあのハンド美容液とヘアオイルを私ファンの人がくれて、めっちゃ匂いが好きだったから、でそれらがなくなってきたのね。でもハンドクリームとかは家に結構まだあったから、なんか同じ匂いの別のものを自分で買おうと思って、このオードパルファンと、多分限定なんだけどボディコロンをね通販で買って今日届いたね。わかる、いい匂いね、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いなんだよ。あのなんつうだろう、お風呂出た後の匂いみたいな、白いい匂いする。そうなんかさ、シャンプー系の匂いってさ、私さこの
何個かこう嗅いでみたけどさ、意外とないっていうか、そのシャンプー系と歌っているものもそんなにシャンプー系じゃない感じするけど、これ本当になんかなんつうんだろう、シャンプー系なんだよね。わかる。そう、白はほんまに大きい。そう、サボンの匂い、白のサボンの匂い、美佐子の最近の匂いです。恐ろりたい人はぜひこれが美佐子の匂いかって思いながら使ってみてください。お家にある、気になる。そうなんだ、そうなんだ、そうなんです。クンクンしてみる、ぜひぜひ。全然自己紹介とかしてなくてごめんね。新生活待って、ちゃんとバンドじゃないもの、美佐子だよ、美佐子だよ。ちょっと眉毛とか今日ちゃんとやってないんだけどさ。白のサボンの匂い覚えました。そう、あのあれも好きなんだけど、ローラメルシエの匂いも好きなんだけど、ボディクリームの、ローラメルシエのボディクリームさ、かまってちゃん現場のライブで使ったらさ、あのそのメインでついてくれてる人が入れなかった時とかにテクニカルで入ってくれる、あのローディーさん的な人が、あ、そう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 、バニラバニラ、そうローディーさん的な人が元カノの匂いがするって言ってから、時と場合によって変えようと思ってそう、あと万文は万文でさ、同じ匂いのメンバーが多すぎてみんなそれボディクリームで使ってるから、うん、香りってそうなる。そう、まあ、女子がみんな好きな匂いなんだけど、確かにめっちゃいい匂いなんだけど、わ、うん、かる。付き合っちゃい、その人はもう結婚 されてますから、うん、匂い強めですよね。あ、そう、匂い強め、かなり強め。普通のボディクリームの容量で塗ったらかなりきつすぎない。お風呂上がりに少量を肌についてる人もまだ水分と溶かしながら塗るぐらい多分ちょうどいい。じゃあ全額いったら今俺の手美佐子さんってなります。いや、私最近はだからこのサボンの匂わせってやつか、シオリンアンバーバニラって言うけど、そう、シオリン、シオリン、シオリン完全に、シオリンはもうマジでそれ多分ずっと使ってる。同じの持っててお母さんに苦手って言われて楽しい。そうなんだ。で、強すぎたじゃん、塗りすぎてたとかはね、そんなことない。みんな元カノ、そう、みんなかまってちゃんのテクニカルの元カノになっちゃう。そうだよ、人気の匂いだからさ、かぶるよね。でもかぶった方がいい説もあるかな。他の人でさ、同じ匂いしてた時に私のことを思い出してくれたりするから。六下もゆき、メンバーカラーに合わせた香りというわけではないのですね。しおりんどもとかの仕事にボロフに仕事だったんだ、頑張って。ゆうこさんこんばん、わんこそば、こんばん、わんこそば。メンバー全員いい匂いするので片目チキでパニックになる。俺は手からハメチキの匂いするけど大丈夫、犬とか来ない、大丈夫、浮気がバレない、確かに浮気がバレない大丈夫、犬とかに追いかけられない。ファミチキハンターの犬に、ファミチキハンターの犬もうすごく会いたくて仕方ないの。ファミチキフレグランス、交代のバイト来ないマジか、ね、この時間のバイトって多分来ないよね。深夜のコンビニで働いてる人とかが本当にみんなサボるって言ってて、ずっといつもなんかそのサボった人の分まで働いてるみたいな、そう、バックレバックレがすごい多いらしい、うん、警察に歌ってくる美佐子さん好き。間違えた、2番歌っちゃった。私が受験書で運転さんが私は64歳のおっさん、バックレたな、やばいな結
構な大人だったら大丈夫かよ。そこまで行くとなんか具合悪くて来れないんじゃないかっていうのも一瞬浮かぶね。64歳か。なかなか心配ね、なかなか心配。深夜の晩コンビニは真面目にサボってた、コンビニとか鬼のようにやることいっぱいあって大変そう。絶対私まともにできないから、やれてる人ほんと尊敬する。働いてる人ね、この服似合ってるな、わし体型的に似合ってる。寝てるだけやろ、コンビニは二度とやりたくありません。まあこの時間寝てるだけか。どんなだっけ、ルーン好きになりたい。最近あのドラムしか叩いてないから思い出せないふりって。優しい女でいたくても本性で愛されないなら意味がない、じゃない。なんでそんなに癒しなの、癒しオーラ出てる。癒されろ癒されろ癒されろ。癒されない曲流そうか、癒されない曲。最近私が死ぬほど聴いてるのはもう全部ヒップマイだけど、あとあれザ人間さんと東京初期衝動さんあたりはねすごい見てますよ。なんかあのザ人間さんのさ、なんかなんだっけ、そのサモさんなんだっけ、サモさんが俺何もなんとかセッパなんだっけ、タイトル忘れちゃった。あれの MV 狂ったように見てた。あ、そうそう、そもさんセッパ。そもさんセッパめっちゃ面白くない？え、面白い。あれはもうなんかもうピンポイントの世代だけだと思うけど、めっちゃ楽しい人は。そのフラッシュ時代、ネットフラッシュ全盛期の時代を知ってる、オビタのわさびとかを知ってる世代からすると、もうめちゃめちゃ懐かしい気持ちになるんだよね。そうそう。東京初期さんもね、すごいいいよね。そういうのツイッターで多分書いた方がいいんだろうな、私。書かないんだよな、なかなかね。うん、オタクだけど、意外とその音楽のことも、アニメのこととかもあんま言わないから、今日いっぱい書いたけど、素晴らしい。うん、素晴らしいんですよ。なんか、その、ザ人間のそのミュージックビデオで、パーティーを止めないで踊れるから、後でパーティーを止めないで踊ろうから。そう。あの、なんか、なんかあの途中でね乙女ゲーみたいなシステムの描写が出てくるんだけど、3人の俺様男子が現れたみたいなのが出てくるんだけど、3人とも俺様なんかいっていう三者三様の俺様が出てくる。そうそうそう、イブイブ、それ笑った。いやそう、もうイブって阿部でも何でもないからっていう。そうそう、もうイブって原型ないから、名前自体が。あれめっちゃ面白かった。おじいちゃん寝てたか。うん。そう、俺様しかいない雰囲気。そう。しかも使われてる素材がすごい雑なの。最高に雑なんだよ。64歳起きてよかったね、本当に。よかったよかった。寝ててよかった、おじいちゃん。元気でよかった。丈夫だからもう終わりにしない。ドゥーン。私川谷絵音くんのさ、あのサビがさ、あの支部になる曲、 1,2,3,4 になる曲、8ビートとかじゃなくてボン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 みたいな曲が好きなんだよね。川谷絵音くんの作るサビが支部の曲が好きっていう話を川谷絵音さんとあのアンボルデかなんかのフェスで好きなんですよって話したら、それは初めて言われましたって言われた。初めて言われたらしい。編集長と社長が不意に出てくるのもあったね。そうそう、社長ね、社長のアーシャの方が他の素材より全然ちゃんとしてるのね。シンセドラムって変な音も出るんですか？出るよ、いくらでも出るよ。なんかさ、あの声優さんの声だけでさ、あの叩いてみたやってる人いるよね。ドラムのなんかその、例えばだけどさ、登録とかできるんだったら音声を、
あ、見たそれ、そうそう、音声をさ、登録とかできると多分私がドンって言ってスネアのとこでタンって言ったやつとかを、あの機械にぶち込めばミサコの声だけの音のドラムが多分できる。ドンタンドドタンドタンドドタンドタンドドタンシャンシャンタカトコトコトコとか、そういう感じになる。今サビやり過ごした、シブのサビをやり過ごした。それいいね、うん、そう、金曜日それできたらいいのにね。金曜日それできたらいいよね。そうだから、のこさん家に行くには死ぬほど電車を乗らなきゃいけないから、あの何のためにサイバー、そうそう、あのネットでねスタジオ配信しようとしてたんですよ、スタジオライブなんだけど、それがスタジオライブが延期になった。代わりにのこさんが自宅で、まあ弾き語りメインだと思うんですけど、ライブをやるっていうことになったんだけど、私はそこには参加できないという、なぜなら家が遠くて、その間にたくさん、さっきも言ってたあの習近平集まる近い密閉されてるっていうような空間をたくさん隔てて、のこさんどこに行かなきゃいけなくなっちゃうからね、そう、遠隔ドラムでドンつくピシーって口で言うね。むしろ中止になってもおかしくない状況で、裁判までも延期って本当に、いやいやいや延期するよそりゃ。あとね、そうで、あの物販の方なんだけど、物販はちょっと申し訳ないんだけど、多分その名古屋会のそう、電脳サイバージャパンじゃなくて電脳サイバーパンクツアーの、あ、そうそう、漢字習近平、それ、デノサイバーパンクジャパンじゃなくてサイバージャパンが好きなんだ。私はギャルが好き、私はギャルが好き、サイバージャパンさんが好きなの。ギャルのちっちゃい動きのダンスがすごい好き。俺はおっぱいを出してるギャルが好きなんだ。そうで、いや、ギャルほんといいよね、やっぱね。ありがとう、私ギャルとアイドルとね、あの AV 女優さんとか同じ存在だと思っていて、そのなんつうんだろうね、もうあれさ、無償じゃん、無償じゃん、無償で人々をハッピーにしようというさ、なんか少し自暴自棄な無償の愛がないと多分やれないと思うんだけど。まあね、わかんないけど、あの事情もあるかもしんないけど、そう、無償のハッピー、そうだってさ、お金だけ稼ごうと思えばもっと多分もっと、ま、もっといいこと、いい仕事あるよっていうさ、うん、はい。あ、今ギャルのラッパーさんが、ちゃんみなさんが、ちゃんみなさんレジだから、そう、職業だから無償じゃない、そう、無償じゃないんだけど、なんつうの、率先してそれを仕事にするっていうことがもう結構私無償の愛だと思ってるんだけど、うん、ネモペロちゃんおっぱいだし、押し出してもね、おーおっぱいだし、ペロリンは多分その例えばだけど、朝になってからの方がよりなんか深みを増したエロスが出てくると思うんですよね。あのなんかさ、そのなんつうんだろう、幸薄いイコールエロみたいなとこあるじゃないですか、少し、あのなんつうの、幸薄かわいいってあるじゃないですか。なんかそのペロリンは、なんつうんだろう、昭和に建った木造のマンションとかでさ、あの地味な私服着ててくれたら最高にエロいと思うんだよね。何の話してるんだろう、何の話してる、わかる、わかるっしょ、わかるっしょ、わかるっしょ。そうだからね、でもペロリンは多分あのもうこれからより一層だと思うんだよね。ただあの今スタイルが良くてピチピチのエロさっていう、あ、それだけじゃない第2段階を感じられるっていうかね。そう、そう、団地妻ペロリン、団地妻ペロリンが私は見たい、早く妄想がだいぶエクストリームだね。そう、私の妄想はいつだってエクストリームなんですけど、ドアノブペロリンは私だよ。ドアノブはきちんと消毒して、私はかつてお写真を撮るために舐めさせていただきましたけど、あのなんかね、コロナがね、あの流行している昨今でね、あのドアノブ舐めた方がいらっしゃって、あんな、そんな気持ちではやってなかったですよ。そ
そう、私趣はね大事、あのエッチに関してはその趣、エッチってなんつうと、そうなんだ、あの、うん、そうセクシーなものに対してこうやっぱこう趣は大事っていうか、だからこそ人間じゃんって思うっていうかさ、私はね逆にこう綺麗事で済ましてるねエッチなものがあんまり多分好きじゃない、そうティーンズのラブとか、あれ、ね、恋愛とエロを混同、いや混同してもいいんだけど、なんつうんだろうな、そうなんかね、いや言うてやってることは動物と一緒じゃんってなっちゃうっていうか、それよりかはもういっそのことなんつうか、それだったらもう人間同士とかじゃない方が、あのなんつうだろう、ピュアさすら感じるっていうか、なんつうんだ、難しいけど、なんかね、そうなんかそのなんだろうな、フェチ的なものがこじれればこじれるほどね、私は人間だなって思うし、その普通の男女、若い普通の男女っていうところをなんかそのなんつんだろうのなんつんだ R18 描写が含まれている恋愛要素のある作品とかを普通に読むことが楽しめないんだよね、わかる、本能、そうなの、なんかそれよりかもうなんか人間だからさ、今までいろいろさ生きてきてさ、いろんなものでさこうこじれてきたさものがあるんだからさ、そういうのをさ押し出した作品の方が私は好きだな、シミソンユリとか BL の方がより人間的だと私は思うんだよ、動物的というよりね、うん、そうなんか動物的にいいんだけど、動物的だったらもう突き抜けてほしいよ、もう突き抜けて欲しいんだけど、なんかそうじゃなくて綺麗に収めようとしてくるのが嫌なんだよね、そう透かしてない色がいい、そう透かしてない色がいい、わかる、うん、あそう女の子とね、そう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 、獣とかはねいいよね、あこれ田中秀和さん、万物の新曲のコードソングを作ってください、田中秀和さんの作品ですね、パクチャヌク、パクチャヌクのお嬢さんが、あれなんかあの日本語がすごい不思議な日本語がいっぱい出てくるやつよね、うん、ねえわかる、わかり手いてよかった、わかり手がいっぱいいてよかった、そうすごいわかり手がいっぱいいてよかったよ、私はすごくさすがこのここに来てくれてる、うん、あのリスナーさんのだけのことはある、花山田、うん、花山田、なんかさ春だね、うん、初だねになってる、春春4月ですよ、もう4月だけど雪とか降ってるじゃん、降ってるじゃん、春になっちゃったね、うん、お花見とかはもう行ける時代じゃなかったけど、時代じゃなかったね、もうつぶやいてみた、最高ですね、そうだからもうね、あつ森で花見はしてますけれども、私のとこに全然洋服屋さんが来てくれなくって、まだ QR コード発行できないの、助けて、まだ1回しか来てくれてない、2回洋服屋さんが、ま、あの島に来てくれないと、あ美佐子さんのちょっと桜綺麗だった、綺麗だったでしょ、そうエイプリルフールって感じもなかったね、そうで2回洋服屋さんが島に来てくれないと QR コードも発行できないから、私が一生懸命こう作ったねお洋服のデザインとかをね、あの本当だったら QR コードを送れたらみんなにも共有できるんですよ、あとたけきには私も会いたい、うん、あやっと昨日服屋建てられた、でも服屋ねどこに建てるか悩むんだよな、年下の女の子にめっちゃ集まりを勧めされるけど、私3日で飽きちゃうから手を出したら、そうなんだ、まあでも飽きる人は飽きると思うよ、私はねな、どれだけやっても飽きない、まず魚釣りだけで一生やれるもん、うん、服屋さん仕事してそうってなるんだ、島クリエイターに早くなりたい、あと四季折々を感じることができるから私大好きなんですよね、動物の森シリーズ、そうあと私都合のいい女になりたい、都合のいい女でいたい、スリッパイしてます、だからあのね都合のいい女になれるんだよ動物の森って、私は都合の女いい女でいいんだ、都合がいいけど都
ごいよくこう利用されたらそのだけある程度感謝されたいし、ある程度好かれたい。そう、ちょっと寂しいな。美佐子にとりあえずリポを送っとけば、別に美佐子が一番本命じゃないけど、美佐子はファボ食えるからなっていう人たちにファボを送りたいの。でもちょっとその分美佐子のこと好きになってほしい。欲張り、俺は都合のいい男でいい。そりゃポケモリだけにしましょう。わくりになるよ、かわいい。あつ森話から言って、そうだから、あのパシラレゲーが好きなんだよね。かわいくおねだりされるのすごい好き。そう、なんか人にこうやってもらうよりも、なんか人にしてる、して感謝されるのシステムが好き。まあ、して何も思われないのが一番きついかもしれないけどね。住民誰いますか？今ね、まだね、3人ぐらいしかいなくてね、それこそポケモリとか今までのブツモリシリーズでね、あの関わったことがあんまりないような。でんて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 ん、あ、変な格好してる。これどうやって住人見るのっけ？初めて自分のパートナーにハハハ言っちゃった。どう覚えていますか？ドリンクカンパニー、間違えた。飛んだ神社へ受け取る時の、うんうん、でも何かやりながらって歌出てこない。何もない日の後は、せーの、待って、どうやって出すべき、どうやって出すの、住人どうやって出すの。やっと始まったんだ、本当の足で本当の声で動き出して、あ、スマホのつってね、バスでバスで、あ、これだこれだ。今ちょいとピントよ仕事してくれ。ピントよ、ちょいとね、ちょいとティースとモーリスがいます。全然ピント仕事しない。こう、うん、もうなんて歯の矯正始めたら寝なくて気がつきました。痛いよねきっと。つもりだわ。そうだからさ、みんなに、みんなも呼びたいの、みんなも呼びたいゾーンがあるの、みんなも呼びたいゾーンがあるの。あ、桜とろ、桜めっちゃ必要だって分かったから、桜系の素材、桜系の素材じゃない、桜系の家具作るために桜すっごい、このさ、あの時やとのところさ、この間のさ、あの DSPM ストリーム、ストリームフェイスのさ前にね、ここだけすっごい死ぬほど練習したの。死ぬほど練習して、死ぬほど練習してたにもかかわらず本番だったら音がずれたの。なんでだろうね。うん、いつもそこね、気合が絡まっちゃうんですよね。あ、待って、タマムシいる。タマムシじゃなかった、カミキリムシだった。お前は散れ。あー、ここここバーベキューゾーン、バーベキューゾーンを作ったの。ここにみんなを呼びたいの、みんなを呼びたいの、ここに、ここね、そうそうそう、あるの。寝転がることもできるの。そう、一番高いところのさ、どんな時でも景色がいいゾーンにね、ベッドを置いてみてよ。ゴロンした、かわいいでしょ。ここでみんなと月眺めたいんだよ。あの時の僕の時と最高じゃない。始まりなんて本当の足で声で、これ実際画質いい状態で見ると最高なんだけど、ちょっと推定するとあんま分かんない。とりあえず
5個椅子あるけど、フルで呼ぶときはもっと椅子出すから。バーベキューゾーン。行きたい欲しい行きたみ集まれ動物の森。バースデーソング作った人天才では俺、歌詞は俺。ちなみになぜ大島に、なんかさ配信中に話したと思うんだよね、なんか島の名前悩んでるんだよねとかなんか話しながら、大島でいいんじゃないっていう話、なんか配信の流れだなって気がするんだよね。なんで主人公の名前大島てるか大島の子とか大島涼介とかにすればいいんじゃないって話をしてたと思うんだけど、それを忘れて名前だけ大島にして普通にみざりって名前でやってよく考えたらっていうね。あなたの幸せを願うよひらひら舞う。みさこ歌詞ゴーストライター説笑いました。そう人生で一回やらかしてるから誠意のスペル間違えるっていう美佐子だなっていう、明らかに美佐子が書いてるなこの歌詞は人生それでいいのかよ。孫さん嬉しそうにしてたよ、私も大島にしようかな迷った大島にしよう、みんなみんな大島にしよう。あんたそっちの大島、あ俺こっちの大島っていうのやろうよ。大きな手の曇りは思い出すの。五重の塔にしました。五重の塔、もしかして日光の出の方、どっちの大島、大島自慢したい。お腹空いてきたら食べていいかな。いいよ、たーんと食べ、今一番ご飯が美味しい時間だから。みさこは黙って歌詞笑った。ないけれど他になんかみんなに紹介するもんないかな、いい匂いになっちゃうかな。なんかボディコロン使うのもったいないな、限定だからというのことを考えた。かけすぎた、思ったより出た。男の諸君、好きな人は彼女ができたらその子の歯ブラシってちょっと待って、今ドシモネタじゃん、ブロックしよう。ドシモネタだとねブロックするんですよ。 NG ユーザーに追加。はい、うん、あのねツイッターとかでもね、あのマジで本当になんか趣があるエロスじゃなくて、ただの本当に下品な下ネタ系が来るやつ、あでなんかそのなぜだ、上品な下ネタってあるじゃん、上品じゃない下ネタもあるじゃん、上品じゃない上に面白くもない下ネタ系がバーッと流れてくるやつとかはあのミュートしています。でそこはエッチなことに大変理解はありますけれども、下ネタは選ばせていただいております。言いたいことわかる、いっぱいすぎる、ほんまにブロックするよ、ほんまにブロックするよ、一瞬でね。品のある下ネタ、うん、そうそうなの、上品な下ネタが好き。分からなくはない、分かる。前に美佐子さんの足もっぱいも好きってリプ送って、ちょっといやそれはね大丈夫、それは大丈夫だよ、それは大丈夫、うん、テロリズム論、上品な下ネタとエッチ的には違うと。そうなんだよ、そうなんかそのゲスもなんか振り切ってたら面白いんだけど、センスが一致しないと無理だな、センスの一致が大事。うん、上品、分からんのか、それは仕方ない、うん、そう、センス大事だよね、センス大事だよ。性爆弾クッキー、クッキーさんって下ネタのイメージあんまないかも、怖いなって感じ、怖い、あ、でも、そっか、あるか、あるね、あるけど、でも、うん、クッキーさんは超合致してる、センス的な話をしたら、うん、性癖の違いみたいなもんですかね。アダルト話はちゃんもさんとデカミさんと語り合うかしてほしい
でね、言うてちゃももとか、ちゃももってあんま言ったことない、ももとかでかみさんは私スタンダードなんじゃないかなって思うんで、私の方が多分こじらせだと思うんだよね、うん、ほう、女性をリスペクトしたいので言いたい、もちろん男性にお前のリスペクト、そうだね、うん、怖い、ほう、アルティメイトレイザーの歌詞みたいなシーン、あれは下ネタなのかな、もう私下ネタが分かんなくなってきてるかもしれない、うん、仁義の人戦い広島市東兵の千葉ちゃんみたいなのダメなタルバってどういうこと、だって知らないそれ、待ってゆずが下ネタ好きっていうのでコメントくるんだけど、ゆず何なの、ゆず弾き語り見てたよ、コメントしなかったけど弾き語り見てたよ、ゆずの下ネタは本当に小中学生の男子なの、そこまでなんかその直接的な言葉でこの顔が可愛い女の子が言うんだと思って面白くなっちゃうんだよね、ゆずとかももはそこら辺面白くなっちゃうんだよね、うん、本の下ネタ小学生、そうそう、なんかね私忘れられないのが、なんだっけ、涙の振り付けかなんかで、そのミキティ本物さんに振り付けを教わってた時に、振り付けつけてもらった時に、確かその時初対面だったので、あのなんだけど、いろいろ双方衝撃で、スタジオで幽霊が出る説みたいなのが話が出た時に、あのモモとポンはね、その幽霊が出ると言われているところで下ネタを言うと幽霊が逃げてくっていう話をよくしてるんだけど、あのミキティさんその時まだ全然関係性できてなくって、初対面だったのに、あのそれ聞いた瞬間にめちゃめちゃ小学生レベルの下ネタの単語をバン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 叫び始めて、ゆずが叫んでると思って面白かったし、ミキティさん、ミキティさん全然動じなくって、それ全然動じなくって、ミキティさんってさ、なんかあのなんつうんだろう、そのなんか女性を性的な対象で全く一切見てないからなんだけど、あのへそのレッスン着に着替える時も、あ大丈夫だよ私見えててもっていうのなんかどっちも変でよかったなと思って、どっちも変でよかったなと思ってお互いし、その初対面でそれってなんか普通なかなかないっていうか、うん、千葉銀大好きな本物さん、千葉銀大好きな下ネタを全力で叫ぶちびっこ、そんなことありましたね、そんなことありましたよ、なんだかんださまだ全然3時じゃないんだよ、みんな起きてられる？毎晩まで大丈夫？ちょっと踊る？ちょっと踊る？バーモント弾く前しか踊れないけど、あ、なんか間違えて月に巻きにも、糸山が多すぎて見放されてしまいそうだ、それは本当に私、好きな人や物が多すぎるんだよ、どうしたらいいの、あすごいちゃんと歌詞が出てる、 KK ボックスよ、寝落ちしてしまってたゆずぽって聞こえて目が覚めた、ミキティ事変あったね、ミキティ事変って呼んでるのミキティ事変だった、頑張って起きてるつもり、頑張ろうお互いミキティ事変、あ、違うと、ミキティが待って、飛んだ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 なんでどこまで本気で愛しているの、1万円10万円100万円123万円無理しないでくれぐれも、低いよね、プリティが僕の格好を知っても変わらずにいてくれるの、シャンパンで酔い返して声が出ない、本当の姿が見えますか、ナンバーワンの事故の方でないはずないだろう、十何日を覚めて好きもきよ、完璧な TPO、 そう誰もが嫉妬、君を
大パーティーパーティー。完璧だった。この曲なんて曲ですか。これはパーティーを止めないとっていうね、イザナミひふみさんっていうヒプノシスマイクのキャラクターさんの曲なんですけど、楽曲提供をキリショーさんがしております。これさ、立った方がいい。いろんなものつかもしれません。かわいいの天才です。本当に誰で映んない。カメラ位置が変わっただけ。胸元ね、多分大丈夫です。インナー着てるから。シャンパン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 プリンセスシャンパンシャパパンパンパンシャパンパンパパンプリンセス乾杯。いい曲だよ。これは本当にいい曲。落ち先が来ると思いきや。パーティー止めない。もう一回組んだよ。そうだ、寝れなくなった。本当にでもいいんだよ。でも寝なきゃなの。そうなの、寝なきゃなの、寝なきゃなのか。これ縦にできればいいんだけどな。ちょっとだけ食べきちゃうとだな。どうやってちょっとだな。ちょっとしかわかんない。ちょっと今からは縦にできないのかな、画面。あ、うん、できないか。そう、冷蔵庫の横、まあ冷蔵庫の横、冷蔵庫の横だよ。もう一曲踊りたい。あのさ、そう、名古屋ディビジョンのさ、天国人也さんのさ曲があるんですけど、この間ヒプ前のねライブでねあれしてたね、あの初めて名古屋出たんですけど、音源バージョンよりいいんじゃないか説がありますよ。出てこないんだけど、なんだよ、なんで出てこない。そう、ライブバージョンの方がいい説ある、いい説ある曲もいっぱいある。ワンダワンアンドトゥーアンドロね、声優さんが歌ってたんだ。
モンカモンカモン、あーダメだこれ歌詞ない。レプゼンナブリャマイク奪おうか、もっとりアマグリヒットや言葉でレプゼンプテテテテテテテガキ生論破するガキとを停車すべて暗記、絶対領域だけ配信。このよしそうしよう俺がこうしようと思えばのところがライブバージョンの方がセリフっぽくてすごい良かったんだよね。オタクの話。ヘブンズヘイヘブンズ、これ音聞こえてる？あ待って踊るの忘れてた。そうなんかね無理だ映んない。こうやってお札数える振り付けだったの。でヒップホップでそのなんつうかそのお札数えるって多分そのなんつうだろう定番の動きなの。そうでも多分オタクたちはそれを知らないと思うんだよ。そうオタクたちはそれを知らない気がする。あの餃子作れるってさあのそれをパロった曲があるんだけど、お金稼ぐ動きで餃子作れるってヒップホップのギャグっていうユニットの曲があるんだけど、なんかそれ知ってる知ってるっしょ、ミサコ TV じゃん。そうそうやるんだよ。なんかそのヒップホップってそもそもすごい寂れたところでなんかこう蔑まれて生きてたような人たちが成り上がって金持ちになってラップだけでっていうところにこう多分美徳があって、だからあのなんつうかお金を持ってるここまで来たよっていうお金を持ってるっていうアピールがすごい。そのブリンブリンっていうさ、本当にブリンブリンって言うんだけど金のジャラジャラしたやつとかつけてるじゃん。一見したらその下品にも見えるぐらいの誇張した金持ち感、あれとかもそのわざとそれが美しいものとしてそのここまでのし上がってきたっていう証のためにそのわざとにポッパーの人がつけてる。そうそう夢あるよね。そうなのね勉強になる。そう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 いう感じなんですよ。あと金馬のイメージある。金馬も多分そういう感じです。浜で金にしちゃうっていう、そんぐらい金があるっていう、そうなんですかね、そういうもんなんですよ多分。でっかい指輪つけてる感じかな。ウェッサイ、そうウェッサイでした。ヒップホップドリーム、そうこれもヒップ前、これはね弁護士をやられてる天国人さんっていう方の曲ですね。でそうヒップマシスマイクのライブが全員無料で1週間公開されてるから、まあ、興味のある方は、ね、ぜひ。そう突然そこから入るのはあんまり私的にはおすすめしないんだけどキャラ愛があってこそもあると思うからね、うん、ユーザーロックだ。そうユーザーロックさんとかね、うん、グリルね。じゃあそうちょっと2時までにしようかな。2時までやったら終わりにしようかな。ヘアアイロンとか何もしてないけど、あと私あれ見るだけだからさ。そうこの後晩門のね今日の時間ちょっとあれ食べてみようか。晩門のね5分番組がございますのでね、ぜひね見ていただけたらと思いますよ思いますよ。今夜の前晩は27時50分、約2時間後だけど、どうせ起きてるっていう方はぜひね付き合っていただけたら、あのハッシュタグマヨ版でツイッターとかにね実況をしたかったんですけど、昨日実況する暇を与えないぐらい一瞬で終わるので、はい、きっと次はバトルシーズンから。あでもなんかその中央区の音源が出るからバトルシーズン回避したって喜んでる人たちだけどね、うん、いや名古屋頑張ってほしい。相手が王者新宿だからね。いやなんつうんだろうさ、いや負けてもいいっちゃ負けてもよかったんだけど、なんかこうなってくるとなんか運営に押されてないんじゃないかっていう謎の妄想もあってさそんなことはないんだけど
はないんだけど三脚本系の話の問題です。そうなんかさ、もう私さ、名古屋にはさ、プロレスで行ったらさ、あのロスインゴみたいになってほしいの。ロスインゴみたいに愛されるヒールになってほしい。ぶっ飛んでるし、そのなんつうんだ、やることが全部その攻撃的だったかもしんないかもしんないけど、そうなんつうかさ、愛されるヒールになってほしいね。そんでなんか取材受けるたんびにさ、ファミレスでさ取材受けてさ、食い逃げしてほしい。もうこれ両方の知識がないと何も面白くないことを私は言っている。そうロスインゴ、そうプロレス、あっせんなよ。そうそう、分かってくれる人いる、嬉しい。そうあのプロレスの団体なんだけど、そのヒール的な感じで登場したんだけど、あのメキシコで修行したメンツでね、そうそうプロレスの修行してきたメンツでこう構成されたあのチームなんだけど、なんかこうあの毎回取材を受けるたんびに、なぜかファミレスで祝賀会とかファミレスでなんかその取材を必ず受けて、最後必ずあの食い逃げするの、どうにかこうにかロスインゴの人たちは毎回食い逃げするっていうオチで終わるんだけど、取材がでもそれで、でもそうなっちゃうだろうなって。ロスインゴのそのメンバーって言っていいのか分かんないけど、この間そのなんか 1.4、1.5 っていうでかい大会の後にあの優勝したんですよ、そのロスインゴさんたちがね、うん、であロスインゴさんたちって言ったらあれだけど、そう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 、まあ、そリーダー格的なね人がね、で、まあ、その後乱入とかいろいろあったらしくて、ちょっと大変だったそうなんですけど、現場は私ちょっと現場には伺えず、プロレスってさ、前も話したかもしれないけどさ、あの無料のコンテンツが少ないのよ。それが残念だと思う。無料コンテンツ少ないのよ。なんかそう課金して見れる系ばっかりなの、映像試合とか。そうそう、でまあそので優勝したからっつって、あのそれのインタビューみたいなのをするために、あの、まあ、取材をファミレスでまた受けてて、祝賀会兼ねて、でもその時にその2人いたんだけど、ヒロムさんっていう人とリーダー格の人とね、うん、こうやってね、あの固定のポーズとかもあるんですけど、そうで、そのヒロムさんの方が食べてた赤毛でね、ちょっとセクシーなんだけど、いつも猫のぬいぐるみ抱えてる人がいるんですけど、プロレスラーさんで、その人が食べてたのがパンケーキとメロンソーダだったんだよね。そんなんさ、そんなん好きじゃん。そんなんさ、もうだからもう二次元なの、私の中でロスインゴなんで最後食い逃げするの、超かわいいじゃん、超かわいい。そうで、なんか言うてそのヒールなんだけど、結局一番ファンの人たちのことを大事に思ってるし、これ理不尽だなってファンの人たちが思ってくれることを大概こう代弁してこう戦ってくれるから、まあそのヒールなんだけど一番人気あるチームなんで、今日本って多分そう、うん、そうなってほしいんだよ、品川には。愛される悪って言うとなんか違うな、愛されるやからそう、ただその新宿の CD でそれを別にやってほしかったとかって言われると、だからあれ新宿がメインじゃん本当だったら。でもあれ名古屋マジで本当に別に出てこなくてもいいような内容だったのがやっぱ一番許せなかったな、美佐子的には。そうだからなんかその空港くん、その名古屋のメンバーね、名古屋のメンバーがその新宿の人たちにこう喧嘩を打った時に何か気づきがあったりとか、話が進行したりとか、出会いによって話が進行するようななんかこう要素があったら私は別に問題なかったんだけど、ロスインゴググったらガッツリプロレスだった。そうプロレスなんですけど、うん、あでも動いてると可愛い、動いてると可愛いですよ、うん、プロレス、いやすごいよ、だからプロレスだし、なんつうんだろうな、新日本プロレスの人たちとかも本当にドラゴンボールみたいな感じだからね、なんつうんだろう、試合が足のように去っていくのが、そうそうそう、そうやって、なんつうんだろうね、だからなんだろう、そ新宿の人たちに喧嘩を売るんだったら、やっぱ登場した意味が欲しかったな、もっとっていう感じ、うん、
バトルへの伏線がちょっとあるぐらいしかなかったのが、なんかこうね、その話として、別にそう新宿が核心に迫ってたところ前半でもう終わっちゃって、名古屋がこう喧嘩売りに来たドラマパートではさ、そうね、あ、まあちょっと説明が難しいんですけど、うん、そう、新宿さん、新宿のディビジョンさんの CD の中で名古屋が登場するんだけど、あんまりそのなんていうか、そのドラマを進行する立役者として活躍できてなかったですよ。でもでそのギャグ的なヒールの登場としてはちょっとややギャグ要素が少なかったかなっていう気持ちっていうか、微妙にちょっとみんなシリアスになっちゃうっていうかそうなんかね、もうちょっとそのギャグだとしたらもっとギャグになってくれたようで、普通にちょっと迷惑な人たちみたいな感じになっちゃったのがね、迷惑かけるならもっとなんかひどい迷惑のかけ方をしてほしかったなっていう、うん、高いシャンパン飲みまくるとかね、いやダメなんだけど未成年が押しかけたからね、そう茶目っ気、そう茶目っ気もっと欲しかったんだよね、あの俺たちがバッターステンプルだって言った時はちょっと面白かったけど、バカみたいな音とか出してほしい、テテレーとかね、そう、そうすればさ、あ、なんかこれは全部ギャグなんだなっていう納得ができる、微妙になんていうか、そうだから名古屋の人たち、名古屋を推してる人たちがみんなちょっと新宿すみませんみたいな感じになっちゃって、それがね、それがねって感じだった。ギャグだから迷惑かけてもいいっていうシステムだったらさ、でさ、バトルっていうのがさ、そうなんていうの、人気、いわゆる人気投票的な感じで決まるから、勝敗がそこでなんかこう押される存在に描かれてなかったっていうのもさ、そうなんつうんだろう、不安要素っていうか、なんか理由があって喧嘩打ったとかじゃないから、まあでもまああるっちゃあるんだけど、なんつうんだろう、まあその勝ちへの執着心がある意味一番強いのかな、なんかそう目的を手段化し、手段を目的化しないっていうか、その勝つために手段を選んでない感じは名古屋のいいところでもあるんですけど、あるんですけど、そこも可愛いところではあったんですけど、あったんですけれども、もうちょっとなんかこう正義を感じる理由で喧嘩を打ってくれたら一番良かったのかもしれないし、正義不能なカリスマ感、うん、そうで、だからね、今の髪型最高に好きなんだ、可愛いわ、ありがとな、ありがとな、ね、まあ、みんなロスインゴ、ロスインゴと名古屋ディビジョンよろしくお願いしますでも名古屋も勝手に人気出てるからな、死ぬほど、別に私が布教するようなコンテンツじゃないただ私が同志がもっと増えたらいいなって思うくらいなんかヒプライの時のさ、そのアベマでね、そのアーカイブが見れるんですけど、ライブの時のなんだけど、そのディビジョンの出し物のによってパートちゃんと分けてくれてるの、親切に。なんだけど名古屋ディビジョンの出し物って言っちゃあれなんだけど、名古屋ディビジョンのパートだけ再生回数がめちゃめちゃ多くて、あれって思ってるあれってなって、美佐子さんとプロレスの話してしましょう、しましょう、プロレスの話、古いプロレスの話あんまり詳しくないかもしれないんですけど、うん、そうそうそう、何でもやるなら爪痕残したいの、そうそうそうなんですよ。美佐子さんホラー映画とか好きですか、ものによるかな、で、うん、でめちゃめちゃ有名どころ見てるかもしれない、マイルマもいつかし、そうマイルマ見て、 NHK で再放送始まったからアニメが、参りましたイルマくん、でもできることならアニメを見た後に原作も読んでほしい、私やや原作派かなっていう感じ、アニメもアニメのいいところもちろんあるんだけど、最高に盛り上がってたし、そうなんだけど、なんだろうな、漫画の方がドキッとする瞬間が多いんだよね、うん、ぜひ見てください、参りましたイルマくん、そうで、鬼滅の時にさ、私がねずこのコスプレをした時にさ、みそこさんきっかけで鬼滅や見始めたけどめっちゃ面白いって言ってくれてる人が結構いたのが嬉しかったんで、ね、もう今もう流行り腐っててあれだけど、可愛かったあのコスプレ、そう、アニメを少ししか見たことなかった、急に曲がないから寂しげな感じ、なんか終わりにかけてなんか流そうか、終わりにかけて終わりにかけてなんか終わりにかけてなん
け、ここから流れてなかったから月に負け犬から流してますか。確かに鬼滅美沙子さんから知った。私も美沙子ちゃんから知った。そうだったんだ、嬉しい、ありがとう。時期もあったし、私の拡散力の低さもあったのかもしれないけど、私の時に、私が鬼滅をやった時には全然何のニュースもないんだけど、しゅりんがあのみつりちゃんやるとニュースになるっていう、その私の弱さ、私のブランド力の低さ、切ない。いや、あと父のなさ。ますおやすみなさい、おやすみなさい、おやすみ。めっちゃ面白いよ。よく言わせてるドラマのコピーやってるよね。あ、そうなんだ。私もドラマのコピーやって、ねるこちゃんも吹きながら歌も一応重ねて撮ったんだけど、うん、これはそれでも好きなもの好きと公言して生きていくよ。別に人気のためにやってるわけじゃねえから、好きなものを他の人にも好きになってほしいだけだから。確かにしおりんのお父よかった。しおりんの父は最高だよ。しおりんの父は最高だよ。その時確実に鬼滅今のが流行ってるからっていうのもあるかと。そうね、そうそう、楽しもうね、楽しもう、楽しもう、みんな。またカラオケのもアップしてほしいですね。そう、カラオケアップしたいんだよ。だからさ、その家でさ撮るってなると意外と大声出しちゃうから。私大声出さない曲なんかあるかな。バモンで鬼滅合わせもしてほしい。そうなの、したい。でも炭治郎が足りてないんだよな。炭治郎はやっぱみんなの間には入ってほしいから、炭治郎欲しいな。あ、カラオケのやつフォローして、ありがとう、ありがとう。そう、カラオケのねアプリがありまして、歌歌ったのをあげられるっていう。そういえばおやすみミューズって歌詞が少し怖くない？少しじゃないよ、めっちゃ怖いよ、めっちゃ怖いよ。ポンにやってほしいですね。ポンちゃんはね全員やってほしい。ポンちゃんは全員好きって言ってたしね。ポンちゃんねぜひ全員やってほしい。めちゃめちゃ似合いそうじゃない？あのリアクション芸そのまんまやってくれそう。今日も見てました。カプチーノ好きな歌になりました。そうだったんだ、ありがとうね。そう、カプチーノめっちゃいいよね。いい曲なんだよ。全然なんだよ。もう私もうだからさ、なんつうんだろうな、このまま三次元の身近な人を一生好きにならないで生きていってもキュンキュンが足りてんだよ。どうしたらいいの、どうしたらいいんだ。別に焦ってないのも問題だし、私どうしたらいいから、そのままで、そのままでいいのかな、そのままでいいのかな、大丈夫なのかな。その人としてその人生をいろいろ、いろんなこう幸せを全部噛みしめていくんだとしたら、やっぱ恋愛もうちょっと噛みしめた方がいいのかなと思うけど、二次元婚活、二次元婚活、うん、別のキャンだと思いたい。あ、そう、なんかなんつうの、別に別のキュン、キュンだよ、別のキュンだけど、うん、グリーンだよ、足りてるならそのままで。 2.5 次元から始めました。 2.5 次元、2.5 次元と、そうだの、行ったら楽しめるんだけど、もちろん行ったら楽しめるんだけど、その 2.5 次元のオタクにはなれなさそうな気がすごいする。2次元のオタクで 2.5 次元も楽しめるタイプにはなれるけど、ちょこちょこ目覚ましたりはしたけど、トーラルとかテニプリ、テニメとかはね、テニメっていうか、うん、こんなボリボリだったっけ、男。すごいね、この時のミックスというか音付き。びっくり。アメリカのカトゥーン、カトゥーンみたいにローラーで平たくしてもらって二次元になりたい。いやね。まあ、でもその私ほっとしたのは鬼滅の刃で村田さん好きだなってなった時はちょっとほっとしたかな。その推しっていうんじゃなくってガチ恋よりの好き、まあ相手二次元だけど好きという気持ちがまだ持つことができるんだなと思って、よかったなと思って、うん、よかったなと思って。
多分砂嵐見た。あれは言わないと気づかれる。砂嵐ってなんだっけ。村田さんいいよね。村田さん好きなんですね。だから私はそうなの。もう村田さんみたいなタイプがドンピシャなんですよ。なんか飲み会とかがあったとしたら、人知れず解放役に最後まで酔っ払わずにの残ってるタイプ。あ、じゃあ俺こいつ怒ってからみたいな。でやらしさが一切ないっていうか、男女関係なく水飲ましてくれたりとかで、そのリーダー格じゃなくって密かにそれをやるっていうか、そのあのお前大丈夫かみたいな目立つ感じで言ってくる感じじゃなくて、それはその飲み会の開放役に回るタイプが私の好みのタイプなんです。見た目とかは関係ない。それがピタッとくる人。おるんちゃん、なるほどね。もっと愛し合いましょうのラストのポーズという、あ、もっと愛し合いましょうのラストのポーズ。見た目は関係ないよね。ジュリオと高一くんみたいな感じ。そう、高一くんみたいな感じ。ズバリ、そう。なんかね、結局イケメンも概念だからね。本当に。それ本当に、コーロンスコーカーはもう、ちょっとよくわかんないなっていう人は、試しにあれ見てほしい。鉄血モルフェンズ。アニメの。三日月オーガスさんっていう主人公がいるんだけど、まあサイコパスなんだけど、バリバリサイコパスなんだけど、見た目はね、まあ言ったらそのいわゆるイケメンっていう感じではないんですよ。まあ顔が好きっていう人は死ぬほどいると思うんだけど、背も低いし、いわゆるその整ったフェイスではない。だけどめっちゃかっこいいの。めっちゃかっこいいの三日月オーガスオルフェンズ最高。そう、オルフェンズはね最高なんですよ。見てください。そう、今まで見たらイケメンって概念なんだってわかる。あとやっぱ強いって正義だね。ずるいわ、強いわ、強いわ、ずるい。いないれのいない、いないれ、私ね実はね意外にも通ってないっていう。染岡さんであってるかな。乗るたびに血出てるやつで、そうそう、わかるかも。染岡であってる。あ、2時になりました。というわけでね、そろそろ、はい、流れてる曲はこんにちはなんですけれどもね、はい、こんばんはないですけど、ね、今の時間はね、もし起きてられる方いらっしゃいましたら、3時50分合ってるかな。私数字がね一生覚えられない人間なんだ。3時、そうですね、3時50分じゃないの。うちに3時50分だってる。3時50分合ってるからね、5分番組ございますので、はい、そう、ハッシュタグマヨ版でツイートなどをしながらね、一緒に見てくださったら幸いです。というわけでね、かまってちゃんのね、電脳サイバーパンクツアー、残念ながら延期になってしまったんですけども、必ずや開催しますので、その時にはドラムを叩いて姿もお見せしますので、とりあえずのお子さんにね、ツイキャス楽しみにしててください。はい、27時ってのが難しい。3時じゃない。2時、3時どっち、待って、分かんなくなる。20時、3時で合ってるよね。合ってる。うん、合ってる。はい、楽しみな、楽しみにしてて。おやすみさこー。まだ寝ないけどー。バイバイ。ほぼ4時。